あの日、星が降った日、それはまるで、まるで夢の景色のように美しい眺めだった。やっと目を覚ましたかい。放課後？わり、俺今日これからバイト。もうこんな田舎やだよ。こんな人生やだ。来世は東京のイケメン男子にしてください。どこ？そういえばずっと変な夢を見てたような気がするんだけど、別の人の人生の夢？なんだこれ。これってもしかして俺たちは夢の中で入れ替わってる？君の全然前世から僕は君を探し始めた。確かなことが一つだけ、私たちは会えば絶対すぐに分かる。言おうと思ったんだ。お前が世界のどこにいても必ず会いに行く。あなたは誰？お前は誰だ？君の名は。3학년 졸업식!